さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング。私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。先日は日本ボクシング界の宝モンスター井上尚弥選手が2年ぶりの日本凱旋を果たし、見事な TKO 勝利で世界タイトルの防衛に成功してくれたわけですが、まあ戦った相手がほぼ無名の選手だったんで、やっぱりね、多くのファンたちはもっと名のある強敵相手との試合が見たいと思っているのが本音ではないでしょうか。そこで今回は、今僕が井上選手との試合を最も見てみたいと思っている選手たちの簡単な紹介をしていこうかなと。まあ井上選手の場合、多くの新規ボクシングファンを集めてくれているアスリート界随一のビッグスターということで、井上選手のことは知っているけど他のボクサーのことは名前も知らないよという人もかなり多いんではないかなと思います。なので今回はこの井上選手をきっかけに最近ボクシングを見るようになった方々に向けて、現在のボクシング界で誰が井上選手との対戦を望まれているのかを知っていただき、これから先も井上選手のキャリア、そしてボクシングのことをより一層楽しんでいただけると嬉しいなと。まあ、やっぱりボクシングといえば相手あってこその1対1の戦いですから、井上選手といえど危険な相手もいるんだぞということを知れると、今後より緊張感の高い試合観戦ができるはずです。まあ、逆に普段からボクシングを見ているディープなファンからすると、今回話をしていく内容はすでに知っているよという方も多いかと思います。なんでその点は何卒ご了承いただけると幸いです。さあでは早速いきたいと思いますが、まあ、まずは何と言っても現バンタム級 WBC 世界チャンピオンのノニト・ドネア。まあ、彼は現在井上選手ご自身も最も対戦を望んでいる選手ではないでしょうか。まあ、そもそもこれはとても基礎的な情報なんですが、井上選手は現在 WBA と IBF という2つの団体の世界チャンピオンなんですね。でプロボクシングには4つのメジャー団体が存在していて、各団体にそれぞれチャンピオンがいるわけです。で残りの2つ、 WBC と WBO という団体のタイトルを獲得してバンタム級の全メジャー4団体を統一したいというのが井上選手の直近の目標なわけですね。でその井上選手が狙っている2つのタイトルのうちの1つ、 WBC のタイトルを持っているのがこのドネア選手。現在の戦績は48戦42勝、 28KO6 敗、フライ級、バンタム級、スーパーバンタム級、そしてフェザー級と4つの階級にわたって世界タイトルを獲得してきたフィリピン出身のレジェンドボクサーで、まあ、この4階級に加えてスーパーフライ級でも暫定の世界タイトルを獲得していることから、世界5階級制覇チャンピオンと紹介されることも多いですよね。まあ、2000年代後半くらいからもう15年近くずっと世界のトップ戦線で戦ってきている選手で、特に今から10年前、2011年から2013年くらいまでは軽量級の世界最強ファイターとしての地位を確立していましたね。まあ、この選手の最大の武器は何と言っても数々の強敵をなぎ倒してきたあの左フック。ドネアの KO 集とかを見ればわかりますが、この左フックは本当に異常なレベルまでの破壊力を秘めている、もうまさしく殿下の宝刀と呼べる武器です。で2019年に井上選手とはすでに一度対戦をしていて、その時もこの左フックで井上選手の右目の上を切り裂いていましたよね。まあ、ただ現在39歳ということで、もうすでに峠は越えた選手という印象もあったんですけど、ここ最近では17戦全勝無敗だった当時の WBC チャンピオンウーバーリ、そして24戦全勝無敗だったレイマート・ガバリョに連続 KO 勝利を収め、今改めて世界的な評価を爆発的に上げてきているわけです。まあ将来の世界ボクシング殿堂入りは確実と言える怪物ボクサーで、まあ、紛れもなく現役のバンタム級ファイターの中ではナンバーワンの実績を積み上げてきている選手ですよね。まあ、2011年にはあのリング誌のパウンド・フォー・パウンドランキングで3位にランクされていたくらいですから、
まあ、その頃に今の井上尚弥選手みたいなポジションにいて、10年経った今でも井上選手に勝てるかもしれないと思わせてくれるって、まあちょっと異常なことですよね。まあ、昔は結構スピードとパンチ力に頼った攻撃偏重型のタイプでパンチの被弾も多かったんですけど、ここ最近はディフェンス力も安定してきていますし、まあ、長年の経験を生かしたよりスマートで洗練な横綱相撲のようなボクシングを見せてくれている印象もありますね。まああとはやっぱり今戦っているバンタム級が彼の適正階級なんでしょうね。正直フェザーまで上げた時はいかにドネアといえかなり苦しい感じもありましたけど、仮にもしこういう複数階級制覇を狙わずにあの当時からずっとバンタム級に居続けていたら果たしてどうなっていたのか、もしかするとあのカニザレスのバンタム級最多連続防衛の記録を破っていたかもしれませんよ。まあ、井上選手のパワーを恐れることなく戦える数少ないバンタム級ファイターだと思うんで、このドネアと世界3団体統一をかけた究極のリマッチが実現するようなことがあれば、これは日本だけではなく世界中で話題になっていくカードでしょうね。さあ、そしてこのドネアに次いで井上選手と試合が見たいファイターといえば、やはりバンタム級残るもう一つのタイトルを持っている WBO チャンピオンのジョン・リエル・カシメロ。まあついこの間軽量に失敗しちゃって、今やチャンピオンと言ってもいいかちょっと怪しくなってきているんですけど、一応この録音をしている現時点ではバンタム級の WBO 世界チャンピオンはこのカシメロです。現在の戦績は35戦31勝 21KO4 敗、ライトフライ級とフライ級、そして現在持っているバンタム級と3階級にわたって世界王座を獲得してきており、まあ今紹介した非常に紳士的なキャラクターのドネアとは対照的にかなり挑発的な言動を繰り返していることから、今のバンタム級で悪役的なポジションにいる選手ですね。特に日本のヒーロー的存在である井上選手に対する挑発が非常に多いんで、日本人のファンからは結構嫌われている選手かと思います。ただまあ僕は彼に直接インタビューをさせてもらったこともあるんですけど、どんな質問にもすごく丁寧に答えてくれたし、正直すごくいい人だなという印象を持ちましたね。まあこの挑発行為だけではなく、ボクシングスタイルもかなりアグレッシブというか野生味が溢れていて、面白い角度からアッパーを打ったり、遠い距離から飛び込むように右を打ったり、型にはまらない戦い方ができる選手ですよね。で、まあこの派手なオフェンス力に注目が集まりがちですが、個人的にはディフェンス能力もかなり高い選手だと思っていて、目もいいし、見た目以上に距離が遠いし、まあ、カシメロに対するヘイトがエスカレートして、あいつは弱いとかっていう人も一定数いますけど、まあ世界3階級制覇しているボクサーが弱いわけないですから、ただ結構大味なパンチを打つこともある分、ガードが開くこともありますし、ボクシングの全体的な技術で言えば、やはり井上選手の方が上なのかなと。身長自体は井上選手よりも低く、結構小柄なんですけど、その分非常に肉厚で、特にバンタム級に上げてからくらいは、だいぶ体がでかくなったなという感じもありますよね。まあ、前回の世紀の大凡戦となったリゴンドー戦は置いといて、それ以外のバンタム級での試合は全て KO 勝利を収めていますから、パワーも非常に高い選手です。まあ以前一度ドネア戦が決まりかけていたのに、ドラッグテストを受けるタイミングや行き過ぎた挑発行為が理由で試合が流れてしまったことがあるんですけど、この一件をきっかけにカシメロのことをドラッグチーター呼ばわりする声もあって、まああの大きくなった体を見て、ドーピングの力なんじゃないかと思っている方もそれなりにいますよね。まあもちろん僕には実際の真相はわかりませんが、規定で定められているドラッグテストは全てクリアしてきている選手なんで、まあ、そこまで疑う必要はないのかなと。ただ、まあ、このドネア戦キャンセルとは別に、ついこの間のポール・バトラー戦での軽量失敗もあったんでね、これにはだいぶがっかりしたというか、まあこれ軽量失敗というよりも、軽量会場にそもそもカシメロが来なくて、結局試合がキャンセルされてしまったんですけど、
まあこれはね、どうなんですかね。まあウイルス性の胃炎が原因で体調を崩してしまったことが理由とされていますが、当然こういった体調管理も含めプロの仕事という声もあるでしょうし、あとは実は減量に失敗して脱水症状に陥ってしまったことが本当の原因だという噂も飛び交っていますよね。まあ WBO としてはウイルス性の胃炎だったということを証明できる診断書を提出すればタイトルの剥奪はしないと発表していますが、まあ今のところその診断書の提出はないみたいです。まあ僕はボクシング界を盛り上げてくれているという意味で、これまでこのカシメロが挑発行為を繰り返して井上選手やドネア選手との間にストーリーを作ってくれていること、正直結構感謝しているんで、まあこれだけ盛り上げてくれたからにはぜひ井上選手との対戦を実現させてほしいんですけどね。なんかこの計量失敗の一件があったことでだいぶ対戦の可能性が薄れてしまったような気もしています。まあ井上選手が現在戦っているバンタム級にはもうこのドネアとカシメロの2人しか試合が見たいと思っている選手はいませんね。リゴンドーもありっちゃありですけど、ついこの間カシメロに負けていますし、井上選手が勝ったところでカシメロに負けている選手でしょうとか、全盛期はとっくに過ぎているからとか、何かしらケチがついてしまいそうだし、もうそういう試合にあまり時間はかけてほしくないなと。でもしこの今紹介したドネアとカシメロ、この2選手との試合が実現できない場合、バンタム級の一つ上の階級であるスーパーバンタム級に転級して4階級制覇を狙いに行くというプランもあるんですね。まあ4階級制覇なんて言ったら過去世界でも達成しているボクサーが少ないですし、日本ボクシング界で言えば唯一あの井岡一翔選手だけが達成している大偉業ですから、まあ、もし達成できればとてつもないことなんですけど、ただいかに井上選手といえどこの4階級制覇となってくればそんな簡単に達成できるわけではなさそうなんですよね。まあ今のスーパーバンタム級はバンタム級よりもタレントが揃っている階級ですし、当然相手選手のサイズも大きくなってきますから、特に WBA、IBF、2団体統一チャンピオンのアフマダリエフ、そして WBC、WBO 統一チャンピオンのフルトン、この2人は井上選手でも相当苦しい試合になるんではないかという声も多いわけです。2016年のリオオリンピックで銅メダルを獲得し、プロキャリアでも10戦10勝 7KO 無敗とつつかずのレコードを残しているアフマダリエフは、まあ、下手すると井上選手よりもスピードのある機敏で華麗なステップワークを見せてくれますし、もうとにかく運動神経がいい、あとはパワーフィジカルも相当強いし、相手の動きに対する反応も早い、プラス結構動く選手なんで、井上選手が得意としているボディショットとかはなかなか当てるのが難しそうですよね。まあアフマダリエフも井上選手もとにかくステップのスピードが速いんでね、試合が決まれば非常にスピード感のあるスリリングな試合になるかと思います。そして先日ブランドン・フィギュラーに勝って WBC と WBO のタイトルを統一したスティーブン・フルトン、この選手もねとにかく引き出しの多いスマートなボクサーで20戦20勝 8KO 無敗と、こちらもまた負け知らずのチャンピオンです。まあ、彼が得意としているのはディフェンスや距離のコントロールを重視したアウトボクシングなんですけど、インファイトの技術も高いしスタミナもあるんで、まあ、崩そうとしても非常に崩しづらい、なかなか負ける姿が想像しづらいタイプの選手ですね。身長やリーチでも井上選手を大きく上回っていますし、このフルトンとの距離感を井上選手がどう潰していくのか、これは大きく注目が集まるポイントですよね。まあ、パンチはそこまであるタイプじゃないんで、一発の怖さという意味では井上選手が勝っているはずですが、パンチ力ではなく押し合いとかになった際の体の強さはこのフルトン結構強いんで、たとえ距離を潰せたとしても井上選手が必ずしも優位に立てるとは言えない、そのくらい難しい相手だと思います。
まあ、なかなか距離を詰めることができず、フルトンにアウトボックスされちゃうみたいな展開も全然考えられるし、まあ、これも本当に見てみたい一戦ですよね。で、まあ、このチャンピオン2人以外に、個人的にこのスーパーバンタム級で井上選手との試合が見てみたい選手が3人います。それというのが、先日フルトンに負けてしまったフィゲロアと、アフマダリエフに負けて王座を失ってしまったダニエル・ローマン、そしてライース・アリーム、この3選手ですね。まあ、フィゲロアの場合、フルトンに負けたとはいえ、かなりの接戦でしたし、まあ、延々と前に出てパンチを打ち込み続けるあのスタイルを見ていると、井上選手だったらどう対応するのか見てみたいっていう、まあ、フィゲロアほど体の大きい相手があそこまでプレッシャーをかけ続けてくるみたいな経験は井上選手にもないでしょうし、まあ、これも非常に興味深い一戦ですよね。まあ、ただフルトン戦後にフェザー級への転級もほのめかしていたんで、そうなっちゃうとちょっと試合の実現は難しいのかなと。で、もう一人のダニエル・ローマンはね、アフマダリエフに負けるまで WBA と IBF のスーパーバンタム級2団体統一チャンピオンだった選手で、特段ズバ抜けて目立ったスピードとかパワーを持っているタイプではないんですけど、とにかくコンビネーションが美しい、上下の打ち分けもうまい、パンチセレクションも豊富、ボクシング IQ も高いし、カウンターのタイミングもいい、プラスメンタルも強いんでね、この選手は本当に強いですよ。まあ、アフマダリエフとの試合もすごい接戦でしたからね。井上選手との試合になれば、もう世界最高レベルの高い技術戦が楽しめる試合になる気がしています。まあ、技術戦と聞いちゃうとクロートにしか楽しめないアクションレスな風に聞こえているかもしれませんが、もう全くその真逆というか、お互い技術が非常に高いのに、お互い負けん気も強いタイプなんで、もう互いに打たれたら必ず打ち返しに行く、エキサイティングな展開の中ですごく高い技術を感じられる試合というか、もうマジでボクシングファンにとってはほんとたまらない内容になるんじゃないですかね。そして最後に紹介するのがライース・アリーム、スーパーバンタム級 WBA の暫定タイトル保持者で、過去にドネアのスパーリングパートナーなんかも務めたことのある選手ですね。まあ、あの2019年の井上選手とドネア選手の試合について、ドネアがあれだけできるなら自分なら井上選手に勝てると思うみたいなことも言っていた気がします。まあ、実績という意味ではまだ正規の世界タイトルを獲得したことがない選手なんで、知名度もそこまで高くないかもしれませんが、現在の戦績は19戦全勝 12KO 無敗、パンチもスピードもあるし体も大きい、まあ、攻め方に少し荒削りな部分もありますけど、黒人選手特有の高い身体能力、しなやかなバネも持っている上で、基本がすごくしっかりしていて、ガードをしっかり上げながら丁寧にジャブをつけるっていう、まあ、多分ボクシングに対してすごく真面目な選手なんだろうし、これからもどんどん強くなっていきそうだなという印象がありますね。まあ、なんで近い将来井上選手にとってもかなり危険な相手になれると思っています。さあ、というわけで今回紹介する選手は以上になりますが、いかがだったでしょうか。まあ、他にもね、もともと井上選手との試合を期待されていた問題児ボクサールイス・ネリとか、日本人同士という意味では先日パレホ選手に勝利した亀田智樹選手とか、あとこれはちょっとマニアックになりますけど、僕が密かに期待を寄せているカザフスタンの若き新星イフゲニー・パブロフとかも、井上選手と試合をしたら面白そうだなと思っています。まあ、さすがにこのパブロフのことは話題にする人はほとんどいないと思うんで、今はまだそこまで注目しなくてもいいと思いますが、まあ、過去にこのスーパーバンタム級の僕が思う最強ボクサーランキングトップ20という動画も作っているんで、まだ見ていない方がいればそちらの動画も合わせて楽しんでいただけると幸いです。まあ、もうとにかく本当にいろいろと楽しみな選手がいる階級なんで、もし井上選手がバンタム級で王座統一戦を実現できなかったとしても、これだけタレント揃いのスーパーバンタム級に転級するっていう選択肢もあるってね、
もう本当にこれはファンとしては贅沢なことですよ。ということで今回の放送はこの辺りで終わりにしていこうと思いますが、もし今回名前が挙がっていなかった選手の中でこの選手との試合も楽しみだなんて思っているボクサーがいれば、ぜひともこの動画のコメント欄にて皆様のご意見もお聞かせください。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければインスタグラムのフォローもお願いいたします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。